お元気ですか、ボクシュミです。今回は秘伝のタレ付きの一蘭豚骨ラーメンを食べていきたいと思います。それではね、早速お湯を入れて4分待ちたいと思います。はい、それではね、食べていきたいと思います。4分経ちました。ご覧の通りね、この後入れスープ ABC っていうのね、入れてね、食べていきたいと思います。なのでこちらのカップラーメンはですね、なんと具が入ってないというね、すごいね、カップラーメンでございますね。結構ね、自信があるね、カップラーメンではないかなってね、私なりにね、思っているんですけどね。早速ね、食べていきたいと思います。まずはですね、この後入れスープ1、粉末ですね。こちらを入れたいと思います。ちょっとね、湯気が出てしまいますね。大変申し訳ございません。ちょっとごめんなさいね。今ね、来ますね。はい。大変失礼いたしました。はい。で、続きましてね、この後入れスープ2の液体をね、入れたいと思います。でございます。これ完全な豚骨スープでございます。で、この C なんですけどね、これはね、結構ね、辛いのでね、まずはですね、この半分だけ入れたいと思います。これラー油ですね、はい。で、これをね、溶かしながらね、食べていきたいと思います。で、だんだんとね、白っぽかった豚骨スープですね、だんだんね、赤みをね、帯びてきましたね。それでは、ね、いただきます。まずスープからです。お、うん、これ完全な豚骨スープですよ、今までね、食べた中ではね、これはしっかりめの豚骨スープでございます。これね、豚骨スープ好きな方はね、結構ね、いけちゃうんじゃないかなってね、思っています。で、半分入れたんですけど、そんな思ったほど辛くないですね、これね。で、麺の方もいただきたいと思います。ちょっと音を立ててしまいました。失礼しました。はい。で、麺もね、豚骨とね、絡み合ってね、大変ね、いけちゃうね、ラーメンでございます。で、全部入れちゃいますね、これね。全部入れちゃうと、これどんな化学反応が起こるかね、ちょっとやってみたいと思います。私は辛いのはね、平気でございます。もっとね、赤みをね、帯びてきましたね。あ、全然辛くないですね、これ。これね、辛い方苦手な方でもね、いけちゃうと思いますのでね。ね。その後ね、全部食べていきたいと思っております。もしよかったらですね、こちらのね、一蘭さんのね、
豚骨ラーメンのね、カップラーメンをね、購入してみてはいかがでしょうか。またね、いろんなカップラーメン探して試食動画をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。